はい、今回友達とちょっとまあいろいろ喋ったり、ちょっとね皆さん何がやってるのかなちょっと気になるので、今日は友達に、なんか事務所と事務所じゃない方にもちょっとインビテーションしてみて、今日は完全にみんな外国人大会ではないか大会あ、来たー。はい、皆さんどうもこんばんは。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 みんなすげー見た目はすごいな。なんか顔は なんていうガングロギャール。え、ガングロほど言ってないでしょてかユリコも派手じゃん。そう、え、ユリコもグリーンじゃん。もう合わないな、緑は私最近ハマっててかわいいし、かわいい。ありがとう。じゃあみんな多分初めての人もいると思うので、なんか簡単の自己紹介したらはどうですか。お、はい、じゃあなっちゃんはどうぞ。もう、そ、うちからわから当たり前じゃん。おはざす。うちはナタリアなっちゃんです。アメリカ人で、まあ今アメリカ住んでるんだけど、4年日本に住んでて、その頃ゆり子と知り合って、なんかね、性格が似てる。すごい強みがあるような性格があって、ちょっと仲良くなったんだけど、うん、うん、そうですね。まああとはまた日本に来るよね。来なくなっちゃった。今聞こえる？はっちゃん愛してる。なっちゃん大好き。キャッキャッ。じゃあその可愛い子のケキ姫さんから紹介、自己紹介どうぞ。はい、ヤッホー、この中だと一番なんか今普通の見た目している東京、そう、なんか普通すぎる東京在住のオーストリア出身のケキ姫です。もともとはアイドルやってましたけど、今は、歌手とコスプレとコスプレイヤーと YouTube いろいろやってまして、はい、いろいろやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、最後、中野ジョージョ、どうぞ。こんばんは中野くんの中野ジョジョと申します。よろしくお願いします。短すぎんだよそれ何がやってるのが全然わからなくて、おとぎの耳してるなのに短いなそれ。いやでもちゃんとしたじゃん大丈夫でしょ名前しかわかんねんだよ。いや、同じ事務所見えるってみんなわかるじゃんもう、はいあ、はい、またレントですよねでさあ、ちょっとまあ質問、まあめっちゃ普通の質問だけどさ、最近この時期だからさ、今ズームでみんな会ってるなんですけど、何してんの？マジで何してんの？ちょっと何してんの？ケキ姫と喋っとるずっと。いやいや、それ嘘やん。ずっと喋ってないじゃん。確かに今日ぐらいね。今日ぐらい。そう、今日だけ。いや、2人はね、そう、もともと知り合いだよね。そう、もう8年、9年前かな。すごい、結構前、うん、すごい。でももともと私となっちゃんはお互いのことすごい嫌いだったの。何年も何年も。違う違う、ケーキ姫はうちのこと嫌いだったの。で、お互いケーキ姫がうちのうちのことバカにしてた。いやー、ね、いろいろ昔あってお互いのこと嫌いで、でそのうちなんか大好きになったの。でも親友、大好き大好き。ちゅっちゅ、うん、全然さっきの質問答えてない。すみません。あ、どうぞどうぞ。そう、皆さん何がしてるんですか。あ、ありがとうございます。はいはい。私はもう2月29日に日本に来たんだけど、前も日本に住んでたけど、2月29日に来たばっかりで、そこからどんどん日本での状況がひどくなってきて、結局何もできていない。なんか行きたいイベントを全部キャンセルされて、まあでもその代わりには家でコスプレしてたり、YouTube をなんかずっと昔から YouTube やってるけど、ずっとなんか休んでて、最近をまた強く活動を始めてたので、もう家にいて逆に時間いっぱいあるから、すごいそれは助かったし、あと生配信もよくやってる。でもそろそろイベント行きてえなー。もう分かる、私もめっちゃイベントに行きたいなっていうか、家でコスプレするは私もね、ほんと友達は来たから、ちょっとコスプレしようかなって、ゲームしながらコスプレしようんだけど、ほとんどはね、コスプレイヤーは多分イベントじゃないとあんまりコスプレやりたくないね、中野ジョジョ以外は。うん、まりしてるんです。いや、自宅でいいなと思って、
へぇ、確かにそうですね。なんかイベントがないとちょっとあれですね。ね、あれ、あれ、ジョジョくんはね、何してんの最近、動物の森ばっかり。おぉ、ほんと。いや、今なんか440時間超えてるんで、そう、結構。うっそ、すっげえな。みんなやってる。私も飼ってやってみたけど、結構すぐに飽きちゃった。私は本当もう、もう最初から全然好きじゃなくて。あ、会うと会わないとかと思うんですね。そう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 、人に会うかどうかね、完全に。僕には結構そうですね、好きなんで毎日やってるんで、1日8時間やっても楽しいと思ってる、暇な時もやってるし、ね、楽しい。すげえな。もうまあじゃあゲームばっかりやね。えってさ、ちょっと関係ないあの質問だけど、なっちゃんってさ、アメリカじゃん。動物の森ってそこにそんなに人気なの？いや、めっちゃ流行ってるよ。なんかね、マジで。ツイッターとかで見てて、めっちゃやりたいと思うんだけど、なんかね、うちそもそもスイッチもないし、あと、まあさっきの質問答えるんだけど、最近うちはすごいアルバム、音楽作ってるから、そうそうそう、アルバムすごい頑張ってるけど、なんかね、ずっと家にいるけど、そういうゲームする余裕がないから、なんかできてないけど、もうずっとツイッターで書いてある。てか、あの昔より、あ、うちはゲームキューブでやったんだけど、子供の頃。あ、私も持ってた。懐かしいでしょ。だからめっちゃ好きで、でも昔はすごい洋服可愛くしたんだけど、今はすごくもう100枚可愛いものは作れる。なんか部屋も可愛くできるし、そうそうそう、あ、確かに確かに、服もすごい可愛くできるから、やっぱね、最近の若者にすごいいいと思ってて、羨ましい。そうなんだ、面白いな。え、でもなっちゃんが多分はなんか一番すごいいろいろなんか曲いっぱい作ってるから、ちゃんとこの時間を充実してる。そう、才能はすごいし、めっちゃなんか一生懸命頑張ってるよね、うん、すごい、まあ、めっちゃ憧れるんだよ。楽しいからもうやりたいし、なんかね、最近困ってるのは、まあ、作る、音楽作るのは趣味だし、まあ、仕事みたいにもなっちゃうから、なんかゆっくりしたいときは曲書きたいんだけど、うん、それは仕事もになっちゃうから、なんかゆっくり、あ、わかる、ゆっくりにならないっていうか、うん、あ、で、うん、まあでもわかるね。私もね、なんか最近、まあ最近っていうか、まあ最近の方がやってるの、 Twitch はね、とか YouTube でゲーム、コスプレで最近デッドバイデイライトすっごく大好きになってて、私はどっちかっていうとそっちの方がハマってて、でもやっぱり普段はね、一人で部屋で誰も見られない状態でゲーム好きだったの。だから Twitch 始めた時にすげえ一番最初すげえストレスを感じた。そういう見られるの、コメントしなくちゃいけないのは、いやー、どうすればいいのってストレスはちょっと違うかなって思う。仕事になっちゃうからね、完全に。そう、わかるんだ。まあ、うちゲームやってるとすごい声が出すから、やらない方がいいかも。逆にそっちの方が面白そうけどな。いやいや、でも面白くない。お母さんに怒られる。とか言ってしまって、あ、ピー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 と、そう、ビーできるでしょ、編集で。でもみんな落ち込んでなくてよかったね。みんななんか元気そうなんですけど、あ、まあね、こんなに可愛い子と一緒に話すことできてね、嬉しいの。でも可愛いナイス。最初の1ヶ月間は結構落ち込んでたけど、あ、私も一番最初めっちゃ落ち込んでた、うん、バーンと。しかも、うん、東京ゲームショーもキャンセルされて、もうこれで死ぬわって思った。本当にかわいそう。なんかケーキ姫は本当に性格、日本に1年間いるのに、こんなにコロナがあって、もうマジで信じられない。めっちゃ限られてて、うちも4月から日本にいる予定だったんだけど、もうずっと伸びてる、うん、待ってる、待ってるよ。そうだね。ジョージさんはいつから日本にいるか？昔からだよね。今年は8か9かなと思って。おー、もう一番ベテランじゃん。なげー、ゆり子、ゆり子よりいるじゃん。それはない。私7年。すごいな。そう。わお。
わお。わお。なぎ。長い。もう先輩だもんね、こっちの中で。いや。こうしたことないから。どうぞ、アメリカ人だよね。カナダ。カナダ。カナダのケベック州から来てるんですよ。おお。なんか北アメリカ人、まあヨーロッパちょっとわかんないんだけど、北アメリカ人のイメージはなんかすごい自分らしさを出るみたいな、出すなんか洋服とかで。カナダ人が？うん、カナダは多分ね、見よした方がいいかも。あ、そうなんだ。うん、そのカナダではなんかそう出すとなんかちょっとみんななんか見ちゃうんですよ。多分それに関しては、まあ他の国か、他の国はなんかどう思うかわかんないけど、でもまあケベック州ではなんかそうですね、なんかいろんな色をつけるとみんな気づくんで、ちょっとあれって思うんだけど、うん、なんか多分おっさりた方がなんかいいと思ってるんですね。うん、なるほど。だからこの面白いね、そのなっちゃんと、まあジョージョはね、まあ、どっちかっていうとアメリカ系じゃん。うん、来た。じゃん、私とケキ姫はね、ヨーロッパ人。オーストリアはね、めっちゃイタリアの隣じゃん。と隣、うん、どう私何度も何度もイタリア行ったことある。うえーやった大好き、もうイタリア最高。ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。それ言ってるなのに全然私はイタリア人に見えないんだけど、ありがとうございます。でもなんか見えないのはそうかもしれないけど、あの結構なんかイタリア人らしいところはまだ残ってると思うよ。あ、本当？例えば？なんかすごい、すごいオープンとか、はっきり、はっきりに言うとこ？あ、本当？それがイタリア人か。すごい、あり、初めて聞いた。でも伝わるんで。本当？ありがとう。あ、でも確かにね、あの手がめっちゃ、あー、ごめん。めっちゃ怒った。確かにこれも本当、これは本当やってる、本当本当やってる。でもこれはね、何やったんだよ。なんだよって、なんだよ。ちょっとできねえな。アメリカ人もなんかこんな感じで喋ってるじゃん、手で喋ってる。そうそうそう、ヨーロッパあまり気づいたことない。ケギ姫もなんかこんな感じで喋ってんの？あ、そうだよ。結構手を使ってるよ。体を使ってるよ。やっぱりそれはね、外国人っぽいよね。日本人はしっかりピューって。でも、ケギ姫はね、こんなイメージがなかった気がする。まあ、なっちゃんはね、さすがにあると思うんだけど、ケギ姫とかジョジョがないな感じ。日本人っぽい、どっちかっていうと。ごめんなさい。日本人っぽい。日本人っぽいやな。なぁ。手はあんまり使わないから、なんか話すときに。うん、なんか、なんていう。うん、逆になんかそっち、なんか不自然な感じがするんですね、僕には。うん、あ、でも言ったことあるケーキ姫に、なんかケーキ姫がある写真ですごいなんか普通の、あの私服着てて、で私がその写真見た時に、なんでお前はこんなに、まあ、日本人じゃないのになんでこんなに日本人っぽいのって言ってたの。なんでこんな、なんかポーズのやり方とか。なんとなくすごい雰囲気が日本人だけど、顔は日本人ではない。あでも、でもなんかもう確かになんかあの初めて日本に来たのが15歳の頃だったから、ね、結構すぐにその若い頃は結構、合わせちゃうじゃん、自分の性格とか自然に、そうなっちゃったのかな。そうだね。すごい。確かに。今の顔も、自然だったかな。じゃあ、どういうの？でも一つ、すごいあの日本で、身についたのが、オーストリアに帰った時、いつも言われるんだけど、喋ない時、人の話を聞いてる時とか、結構こう、いろんな音するの。なんか普通はみんな静かに聞くはずなのに、私は日本に戻ってきたから、来てからずっと、とかやったり。かわいい。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。いや、でも、日本人っぽいって。でもめちゃわかる。ってさ、みんな今の時期なんですけど、例えば、まあ変わってるとか、今、
まあその普段やってることとちょっとこれを変えてみたいとかある。例えばね、私だけかもしれないんだけど、ずっと家にいるとやっぱり一人時間のことが増えるじゃん。だから私の自分のことをもっと考えるべきだし、なんかいろいろまあ、これからどうしたいのかをなんか考えて始まって、なんとなく家から掃除するって始めたんだよ。ものすごく今までこんなに大きな掃除はしたことないんだよ、マジで。最近だって最近ずっとイケア行ってるでしょもうなんか毎日行ってる感じ。毎日インスタグラム見るとき、今日もイケア行きましたとか、部屋の袋とか毎日見えるし、新しい家具毎日増えてるし、そうでもそれがね、量あるんだよ。なんか7年間がずっと同じ家具とかは持ってたんだよ。ずっと古いのフィギュアとかもそうだし、全然読んでない漫画もそうだったし、例えばそういうアイドルの時期もの服とかはまだ残ってる。絶対着ないなのに、やっぱりあの捨てるのはね嫌だったから。でもやっぱりまあ多分キキ姫よも分かると思うんだけど、日本のアパートは狭いんじゃん、東京の、だからそれこんな広さがあるなのに全然足りないのは、やっぱりずっと家にいるとストレスを感じて、自分をきれいにしたいだったら、もうまずは自分の家からきれいにしよう、自分の生理を見つけて、そこから生活も考えるって思う。私だけがよ、おかしくなってるよ、もうクレイジーになってたから。いや、わかるよ、わかるよ。うん、それは正しいと思うんですね。本当？みんなはそういうなんかこととかなかったの、この時期で。うちね、なんか私本当にもうシカゴから実家に引っ越したばっかで、なんか本当にここ1週間ぐらいいる予定だったんだけど、なんか本当にすぐ実家に帰って日本に行く予定で、なんかね、こんなにそんなになんかアットホームみたいな感じはしない。ここはずっといるわけがないから、いつ出るかわかんないんだけど、ちゃんと生活リズムが見つかりにくいの。あ、まあそうだね、もうそろそろなんかずっとここに来る予定だったから、まあそう、正直はね、早めに来てほしいんだよ、実はここ本当ね、来たよ、もうめちゃめちゃ来てほしいんだよ。また早くエクステつけたいの、日本で。私も変わったことがあるんだけど、すごい嬉しいことなんだけど、24歳なのね、私。わっけね、大丈夫？昨日までは、私も昨日までは、まあ、昨日じゃない、3年前までは24歳だった。大丈夫？大丈夫？いいよ、大丈夫です。あの24歳だけど、でずっとオーストリアでも一人暮らしやってたんだけど、なんかこのついこの間まで全然料理しなかったし、いつも冷凍ピザ、冷凍ラザニアとかそういうのばっかりで、全く料理しなかったし、できなかったけど、この自粛のおかげで結構いっぱい料理してる。今日も料理したし、もうパスタいっぱいいろんな種類作ってる。でもそれ自分にとってはパスタは簡単かもしれないけど、自分にとってはすごく大きいと思う。あ、やばい、簡単じゃねえよ。やばい、僕のパスタは簡単じゃねえよ。イタリア人にとってこれはどう思うのかな。私はパスタをフォークとスプーンで食べるの。こうでしょう。めちゃ、あ、耳が痛くなっちゃった。何？箸がいいの？箸がいいの？いや、箸じゃねえよ、フォークだけだもん。そうだよね。そうだよね。いい感じ。ジョジョは？いや、僕はなんかオタクなんで。だからなんかまあなんかあんまり変わったことないんで、すごいね、いつも通りですよね、順調です。あ、でもすごくオタクの生活慣れてるの方はね、この時期はまあとんでもないだな、完全に変わんないです。なんか普通な感じがするですね。朝起きてなんか作業やって、
あんまり何も変わってないの。すごいいいな。つまらない生活してるんで。私もオタクなんですけど、やっぱり外に出るのこと好き。なぜというと、東京に歩くのことが好きだし、日本回ることが好きんだよ。完全に。日本にいるってな感じするのは好き。やっぱり。ずっと家いるよりは、ずっと家にいるだったらイタリアでもいいんじゃんって思う、自分はね。そう、だってうち今ミズーリ州で、ミズーリ州ではもうクラブも面白くないし、もうすることがないから普通に家にいてもいいって感じ、どっちでもいいみたいな。そうそうそう、まあ私は引きこもり基本的に好きなんだけど、なんか、外出ちゃいけないって言われたら外出たくなるでしょ。中にいる外が好きでも外行っちゃいけないって言われたら行きたくなっちゃう。そうそう、わかる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 、わからないわけでもない。確かにな、もう頭おかしくなる。かわいい。だからもう2ヶ月間外出ないんだけど、もう頭おかしくなるわ。まあね、確かに最近私の日本語はね、めちゃめちゃぐちゃぐちゃになってるんだもん。すごい。でもみんなすごいやる気がまんまん。まあまあ、ジョジョもね。まあまあね、すごいと思うよ。本当に。これからどうしたい？まあ、例えば、このロックダウンが終わって、まあ、何が一番の目的とか、今、なんかロックダウン終わって、一番やりたいこととかある？日本に来て、あ、早く来い。日本に来て、で、日本に来てから何したいの？ゆうりこちゃんとケーキ姫と一緒に日本のクラブ行ってみる。いや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 。私クラブ大嫌い大嫌い大嫌い。でもうちのためだったら行くでしょ。うちが DJ やってる時に来てくれたでしょ。前一度なっちゃんに、私クラブ行ったことなかったのに一度連れて行かれた、日本のクラブ連れて行かれて、行って言っても、もう言ってく行ってくれた。でも正直に言うと海行きたいの。海行きたい。おーマジ来て、いいね。すごい、確かにいいね海。じゃあケヒ姫だったら何がやりたいの？もともとこの限られた期間で日本にいるので、いろいろ予定していることあるんだけど、まあ、全然ね、うん、できてないので、夢が叶うかどうかっていうのも不安なんだけど、なので私は新しい、本当はその東京ゲームショーとかそういうイベントでオフィシャルコスプレイヤーやりたいし、特にアークナイツ、アークナイツっていう、私のライバルじゃん。ライバルじゃない、仲間。全然、そう、全然できるよ。応援しますよ。そういうのやりたいけど、イベントがないから、そもそもそういう仕事ももらえない。でも、だから私はもう新しい夢できたけど、もう大きな内緒だから言えない。そっちの方がめっちゃ気になるじゃん、そっちだったら。マジで。うちと結婚することしよう。内緒、誰にも言えない、絶対言えない。すごい可愛いな。ジョジョは新しい人生。おお、結婚か。トントントン。じゃあジョジョは？いや、僕は今満足なんで、はい。おいマジで。おいマジで。おお。いや本当になんか家から出るのがなんかめっちゃ辛いんですよ。なんか最近やっと分かってきたんですよ。なんかだってなんか服なんか着なきゃいけないし、でなんかドア開けなきゃいけないし、なんか辛いじゃん。で知らない人にも話さなきゃいけないから、疲れるんですよ。今一番なんか幸せだ。本当。本当。すごい。だから今多分一番幸せの人はね、ほんとジョジョだと思う。よかったねー。よかったな。最高。でもいや、ね、なんか皆さんはね、すごいやる気とかやりたいことはね、いっぱい、まあ、まだあるということなので、めっちゃいいことだと思います。個人的にはね、なんかなんだろうね、やりたいことものすごく多いと思うんだけど、やっぱりライブ、音楽、なんかそのロックフェスとか、そういうライブ行きたいな。実はね、あんまり今まではすごい活動っていうか、すげえ派手な、みんな持ってるよりがそんなに派手な子ではないから、まあなんていう、あんまり友達がなかったから、ライブに一人に行くは嫌だったし、クラブは好きじゃないわけではないんですけど、やっぱり一人に行くのは絶対嫌だから、そういうあんまり、そう可
完璧じゃん。そう。よかった。だと思う。そう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 。だからこの時期が終わってからなんか人生まためっちゃ楽しんで、なんかいっぱいいろんなことを外でなんかやりたいかなって思ってます。外恋しい。外恋しい。外恋しい。いやいや。え、皆さんと一緒に喋っててめっちゃ良かったです。楽しかった、ありがとう。こちらこそ、ありがとう。めっちゃいい感じもね、持ってなんか、これからなんか日本人のためにもね、なんか何ができたらいいなと思うし、やっぱりね、観光はね、だんだんになくなってるは確かにはそうだし、なんかできればもっと日本のポップカルチャーとか日本の素敵な素晴らしいところをもっと外国人にもね向けたいなって思います。せやな、やな、うちも皆さんの協力をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあみんなのチャンネルとかその YouTube チャンネルとInstagram とかのアカウントはね、私のチャンネルここの下に書いてありますので、気になる方がいれば、ぜひ皆さんにフォローしてください。あとはね、ご質問とかあればぜひコメントもよろしくお願いします。はい、ゆりこ大河でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。